はい、皆さんこんにちは、間宮です。アマチュアシュート沖縄選手権見事優勝しました。金初めて取りました。3年目にしてめちゃくちゃ嬉しいです。ところでここはですね、須崎市、高知県須崎市です。もうね、試合翌日なんですけど高知県にいます。で、そこにね、車止めて、こう俺の好きな場所なんですけど、海がね、太平洋が望めて、そして、誰もいないっていうね今日はね、カツオのたたきを食べながら、はい、コンビニ弁当ですけど、いつも作るんですけどね、自分で。今日はね、コンビニ弁当プラスカツオのたたき食べてます。だからね、まあ、食べてる途中で申し訳ないんですけど、発表があります。今年はアマチュアシュートの地区大会に北は北海道、南は沖縄まで、あらゆる地区で、優勝しようと思って、今スケジュールを組んでいます。なので、アマチュアシュートのですね、北海道選手権が7月3日にありますが、まずはそれが、直近のアマチュアシュートになります。すでにエントリーが決まっていますんで、約2週間後、はい、また試合します。前回のね、昨日のアマチュアシュート沖縄選手権ではほぼノーダメージだったんで、まあ目がね、はい、目がちょっと黒くなってますよね。でもそれぐらいでほぼノーダメージでした。まあダメージを受けないような戦い方をしてるんで、まあ、そんな感じになっちゃうんですけど、まあそれいいか悪いかは別として、まあでもすごく試合内容的には自分では良かったかなと思いました。やっぱりね、コーチにいる間に練習ができなかったっていうのが今までの反省で、まあね、練習丸々1ヶ月とかしなかったりとかで、それで試合に臨んだりしたこともあったんですけど、まあ、今回は老人ホームの、私が経営する老人ホームの6階にトップティアっていうジムを作って、で、まあ、今実業団の選手を募集してるんですけども、地元の選手っていうか地元の会員さんも、一般会員さんも募集していて、今まあね、多い時は10人、少ない時はまあ 2,3 人とかでね、こうスパーリングしたり、まあ普通に練習してます。なんで今回はまあバチバチのね、スパーリングをすることはないんですけどね、一般会員の人と。だけどまあまあ体を動かせただし、流れの中で動きを確認もできたんで、まあ向上はしてなくても維持はできたかなっていうか、むしろまあスキル面とかでもいろいろ研究しながらやってるんで、まあ教えながらね、自分も学ぶし、むしろ上達した面もいろいろあって、やっぱりね、前回の GFC の試合での反省点もいろいろ自分ではあったんで、それを今回のアマチュアシュート沖縄選手権でいろいろなんていう、改善できたと思ってるんで、まだまだ改善の余地ありますけど、まあとにかくね、そんな感じで、まあコーチにいる間も練習ができましたんでね、今回は動き的にはまあまあ良かったのかなと思います。で、北海道、あと2週間で北海道行きますけど、その前もやっぱり、試合を意識した練習もしていきたいなと思ってますんで、うん、まあまあまあ、今年は北海道、そして中国地方、そして四国、そして関東、九州、そして全日本出場したいと思ってますんで、アマチュア時代を思いっきり楽しんで、そしてこの試合を、まあ、松根さんにも言われたんですけど、この試合がやっぱり練習になるっていうか、ね、やっぱり思いっきり人殴っていい時ってやっぱ試合しかないんで、バチバチのねスパーリングを毎回やるわけにもいかないじゃないですか。だからこの試合自体がものすごく練習にもなるし、精神も鍛えられるし、あとはその試合に慣れてくるし、まあ、すでにね結構アマチュアの戦いはね、いっぱいしてるんですけど、試合はいろいろやってるんですけど、もう すでに20戦以上はやってると思うんですけど、まあ、まあでもこれからもどんどんアマチュアの戦績をどんどん、経験値を積んでいって、はい、強いプロの、まあ、プロもうあなたもプロにならないとダメだよねって言われてプロになるような選手になりたいなと、もうアマチュアから押し出されてプロに行きたいなと思ってますんで、今年こそ3年目、まあ、総合始めて3年目ですけど、30歳から始めてね、今年こそプロに昇格する年じゃないかなって自分では思ってます。ということで、カツオのたたきをいただいてもいいですか？はい、なんか醤油がなくてね、もうわさびとカツオのたたきだけなんですけど、いただきます。最高最高。おー、
これだからね、高知にはいつもね帰ってきたいんですよ。帰ってきたらすぐに食べるカツのたたきということで、今年はアマチュア地区大会、全国出場していきますんで、ぜひ応援よろしくお願いします。今までも応援ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。バイバイ、マミヤでした。バーン。